もお疲れ様です FX オリガルヒの皆様そして動画をご覧の皆様今回ですね32週目の材料の方をあらかじめ1週間分見ておきましょうということで8月6日日曜日にお届けしておりますちなみに本日8月6日広島に住んでいる私としてはまあ原爆の日ということでね、えー、まあこう私なりに喪に服そうと思っております はい。えー、ではね、8月6日、朝5時、えー、スタートしていきましょう。まずは、8月7日、明日ですね、月曜日の朝、いつもの8時50分に軽い材料がありまして、14時の方にも速報値が入っております。この辺はそんなに大きく市場を動かすものではないので、あまり気にしなくてもよろしいかなっていうところですね。そして、月曜日の28時、これは深夜4時になります。火曜日の深夜4時に、 少しだけ材料がありますね。まあ、月曜日は掃除してみて、そんなにね、大きく動くことはないのかなというふうに材料が示しております。まあ、先週の金曜日ですね、金曜日というと8月の4日になりますけども、ここから続いての相場というのも、そんなに大きく乱れる要因が入ってきてないので、割と月曜日からトレードはできていくんじゃないかなと思いますね。えそして火曜日、火曜日も8時30分、8時50分に多少材料が入ってるみたいですけども、 うん、取り立てて大きな数字が出ない限りはあ、うん、そんなに気にすることはないかなってことです、まあ、この日も一応ね、9時過ぎからトレードの方を始めていこうかなってところですけども、まあ、また深夜3時なり、朝6時なりに時間をチェックしてですね、あの価格をチェックして、まあ、9時とか10時あたりにエントリーできればいいかなというところですね、はい、そして14時にも少しだけ材料入ってきてます、んまあ気にしなくても大丈夫ですね。 で21時半に貿易収支がちょっと出てますけども、これもあんまり指標としては強くないので、月、火ってのは割と穏やかにテクニカルが使えていけるんではなかろうかっていうところです。はい、水曜日です。水曜日もそうですね、8時50分ありますけども、そこまで大きくないかなと。MBA のねうもね、うんまあ、20時ですけども、そこまでかなと。はい、ということで月、月、火、水ね、結構穏やかにテクニカルが効くんじゃないかなというとことです。はい、木曜日です。木曜日ね。 木曜日は夜が結構来るんですよね。朝8時50分の段階では日本からの、まあ、数字っていうのはそこまで大きく動かすような形にはなってませんが、夜です。CPI が出ますんで、木曜日の夜には大きく揺れると思います。この日はポジションを持ちすぎないようにした方がいいですね。まあ、19時あたりにはもう決済して終わらせておくことになります。はいえー、でですね、えー、最後金曜日なんですけども、15時あたりからもう数字が乱れてますね。イギリスのほうか、これは。 イギリスの方なんで関係ないとは言いませんけどもまあそうですね木曜日の夜に乱れて金曜日に数字が調整されるのを待つってことかなと思いますあとは派手な材料っていうのは夜ですからまあ金曜日もだいぶできるかなとということで1週間のうち気をつけないといけないのが木曜日の夜ってことになりますねそれだけ覚えておきましょうまたね日々材料の方を確認しながら相場解説に臨もうかと思いますそれでは一旦以上です